はいどうも皆さんこんにちはこれから不動産鑑定士試験2019年、えー、分野別過去問解析プラスアルファトーレン会計学の第8回目、えー、最終回になります、えー、講義を行っていきたいと思います担当は歴戦講師の講で,す、はい、ではですね、えー、今日は8回目ということで、えー、最終回ですね で、えーまあ、早速なんですが、えー、最終回ということで、うんまあ、一応今年という言い方をしますずっと継続して今年という言い方をしてきましたが、まあ、2018年度です、ね、の、えー、本試験問題を載せておきました、えーまあ、どっちにしようかなと思ったんですが問題の1番の方ですね、まあ、第1問目は、まあ、問題1番本試験も問題の1番の方を載せておきましたで、 えでちょっと問題文見ていきますが問い、えー、の1番ですね、問一問2問3とまあ3つに大きく分かれます、でえー、問1問2問3なんですが、問1のところが対応原則に関するということで、パッと見たときに、うん対応原則と思ったんですが、まあ、あのおそらく、まあ、その下の文章を読むと、これ、費用収益対応の原則のことを言っているんだろうと思いますよね。 まあ普通はですね、非を収,、まあ、あまうう収益対応の原則っていうんですが、まあ、この先生はまあ対応原則って言ってます。まあ、それはそれでもいいです。で、えー、過去の一番は空欄補充ですね。あいうえおかきくですかね、うん。これも単純に空欄補充になりますよ。ですから、えー、本物試験、解答用紙にこう空欄があってですね。あいうえおかきくっていう。 えー、感じで、えー、おそらくうこの交差プラスアルファトーレンをご受講されてる方っていうのは、まあ、おそらく多くの方は結構あの今年の試験を受けられてるんじゃないのかなと思います。で、えー、過去の一番の空欄補充なんですがこれは私の意見うんとして、まあ、考え方としては、えー、大体ですけどね大体半分ぐらいはできてほしいなというところだったんですね。で うん次なんですが過去のよにまでクリエイさんとして計上される特定の費用に該当するための要件を3つ答えなさいということなんですね。であのちょっと皆さん実はまだこの収録してる時には合格発表まだ出てないんでまあ皆さんがですね、えー、どういう答案書いたのかって、まあ、全然分かりませんしで、えー、合格発表も出ていないんでまだ何ともあれなんですが合格者ともまだ喋っていないんで、えー、てかまだ合格者が確定してませんのでねあれなんですが私 そ、まあ、その下もそうなんですけどねあの皆さんの答案を読んでいて非常にやっぱり気になるのがあの鑑定士の事件はあまりこういう言い方をするとあれなんですが結構ですねルールをあの無視してくれるというかですねこれ3つ答えなさいって書いてあるんですけど3つじゃなくて4つ答えちゃったりとかで全然関係ないんですけど栗延さんの定義書いちゃったりとか、まあ、定義書くのはいいんですけど3つって書いてありますね。 この、えー、過去の2番なんですが、クリエルさんとして計上される特定の費用に該当するための要件を3つ答えなさいと書いてあるんで、これ、過剰書きでもいいです。1番、2番、3番って過剰書きでも結構なんですが、3つ答えなさいって言ったら3つ答えればいいんですよ。それだけですよ。で、余計なこと書かない方がいいですから。で、こうやって書く先生って、この3つ答えなさい、まあ、その人もそうですけ4つ答えなさいって書いてますね。引き方に載せて要件。で、これも非常に気になってるんですが、 え括弧の3番で「飛脚的の設定要件を4つ答えなさい」って書いてあるんですがあの皆さん受験生は飛脚的の設定要件ですねこれ4つは当然これ答えられないと駄目です。あのもう特に一回勉強してる人はですねんまあ初学者だ,だとちょっと難しいかもしれませんが飛脚的の設定要件は書けなきゃダメですからね4つ答えなさいと。で、まあ、4つ書けばいいんですが。 どうもなんか鑑定士の受験生は「引き当的な制定要件4つ答えなさい」って書いてあるのに引き当的な定義とか書いちゃってる人がいるんじゃないのかなと。であの別定義が100%間違っていなければまあ限定にはならないと思うんですがあのちょっとでも間違えたら限定対象になる可能性ありますからねあの。とりあえず聞かれたことにそのまま答えてください。出ないと 会計学は空欄補充もそうで次次の問題実は次の問問問題題題実はがが計算問題が入ってんですねで会計学に関して言うと他の科目のことちょっと詳しいことは分かりませんが明らかにボリューム少ないです回答の。回答のボリュームを少なくしてで、まあ、理由は分かりませんが多分最低の便宜を考えてるというところがあるんだろうと思います要するに最低面倒くさいんですよね。ですからこうやって3つとうん引き当て金ですね、まあ、設定要件4つなんですがでクリニベクさんとしては3つとかって。 ということはもう余計なことを書くなという多分意思表示だと思います私はだから比企的な設定要件で言ったらもう4つ書きなさいっ4つ書けばいいんですそれ以外のこと書いちゃダメですからで栗野別さんもそうですクリー栗ベースさんも特定の費用に該当するための要件を3つ答えなさいということなんですが3つ答えればいいのであの 僕はこんなにたくさんのことを知ってますよみたいな知識をですねあの余計な知識を書く受験生結構いるんですけれどもあの書かない方がいいです。あのもう3つ答えなさいって言うと3つ答えてください。4つ答えなさいって言うと4つ答えてください。もうそれだけです。で,で問いの2番と問いの3番ですね対応原則と発生主義との関係なんで,すでこれがちょっと難しい。で問いの3番もは難しい。で今回の問題は統一問いの問い3と来てるんですがこれは私も今までずっと何回か言ってきたと思うんですが。 鑑定士の本試験問題は、証文形式に分かれていて、後の問題になればなるほど、だんだん難しくなると思った方がいいですから。ですから、問いの1番まではできますよねって思って、完全にピッチャーで言うと、ボールを置きに来てるんですよね。これ空振りしたらもうダメですよで。これはもうバッティングセンターのボールですから、これは打てなきゃダメ。で、問いの2番になると、ちょっと難しくなります。で、問いの3番になると、また1段難しくなると。 いう形ででだだだだん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 難しくなるんですねただ私もこの問題を見た時にえっ、ー、って思ったんですが、えー、問いの3番なんですけどね問いの3番でちょっと私は今までの学習経験から初めてだったんですが抽象的な資産だとかなんか抽象的な負債だとかってこれ何のこと言ってるのかなと思って私も考えちゃったんですが、えー、まあ、答えはわかりません答えはわからないんですけどね。えー 抽象的な資産だとか抽象的な負債って一体何のことを言ってるのかということでずっと考えちゃったんですがただ冷静に考えてみると問題戻っちゃいますが問いの一番ですね問いの一番でさっき言ったね栗野さんとか引き当て金聞いてるわけですよねで皆さん受験生はおかしいと思ってもらいたいんですがなんで栗野別産括弧の問いは一の括弧にですね栗野んでその下括弧の3番が引き当て金ですよね なんで栗野別産の次に引き当て金なんていうのを並べて問題を作ってるか実はこれ共通点があるから並べてるんですがでそこが多分ヒントになってるんですよ要するに問いの一番で問いの一番で栗野別産だとか引き当て金のことを皆さんに受験生に頭の中でこう頭の中でとかまあ考えさせるわけですね。 でそこを踏まえた上で問いの3番で「抽、え、象、ー、的な資産だとか抽象的な負債について答えなさいと」ということは、まあ、これも答えが実は書いてあってこれ栗延さんとか比較的のことなんですよねっていうことなんですおそらくは。だから言われれてみれば簡単なんですよねもう答えが書いてあるんで抽象、えー、的な資産抽象的な負債っていうのは栗延さんとか比較的のことなんですよっていうことなんですよね。 でただ何でそれが抽象的っていう、まあ、表現につながるのかっていうところを説明しないといけないので、まあ、これがなかなか厄介なんですけどね。それから問いの2番に戻っちゃいますが問いの2番も「対応原則と発生主義との関係について」ということでこれ昔の鑑定士の試験だとこういう問題出たんですよ。こういう問題っていうのは「何々原則と何々原則との関係について答えなさい」と。で私の直感で言うと。 この問題この手の問題って多分受験生がすすごく苦手意識持ってるはずなんですねでこれはまあ我々受験業界がまあ本来考えなければいけない問題、まあ、大げさに言うとそういうことなんですけどあの昔の鑑定士の受験生ってこういうのやったんですよ。対応原則と発生主義とのかお互いの関係とかって。 何とか原則と何とか原則との関係について。昔はこういうのを勉強しました。でも最近の鑑定試の問題ってこういうの出てないんですよね。最近の鑑定試の問題は何々について答えなさい、何々原則について答えなさい、何々基準について答えなさい。そういうのばっかり。覚えてるかどうか。そんなことばっかり。でもえー、だまあだからそういうことこういう問いの二番のような問題っていうのはや,やってこなかったんですが。 えー、ちょっとこう意表をつかれたような感じです太陽原則と発生主義との関係なんですねちょっと難しいですね問いの2番は難しいで問いの3番もまあ気がつけば簡単なんですがただ気がつかないとこ難しいと思います抽象的な S さん夫妻ですね、まあ、ただちょっとまだ合否が出ていないあの決まっていないんで、まあ、合格者の方と全然喋っていないんでどれくらいかけたかどうかっていうのも全然聞いてないんですけどね実は、うん ただ、全体的に見るとそんなに難しくはないなという感じは受けます。で、ちょっと中身の話に移っていきますが、えまずですね、解説の3ページ目になりますかね。まず、費用主義対応の原則です,ですけれどね、まず、えーまあ、意義というか、まあ、定義ですね、費用主義対応の原則とはということで、まあ、これはちゃんと書けるようにしておいてください。経済的価値犠牲としての企業努力を費用として、その成果として。であの今回空欄 空欄補充になっているんですが努力と成果っていうよくこの言葉使うんですよ努力と成果を比較あの対応させてでよく私鑑定士の受験生にも言っているんですが今皆さんが例えば予備校にお金を払ういろんなコストがかかる努力をしているまあ、これが費用なんですねで鑑定士に受かってたくさんお金を儲けることができるこれが収益なんですでこの2つってつながるんですよ で努力と成果をつなげてた、まあ、対応させてこれで純粋な成果とといいうううものを計算しよこれも指示するものが周期対応の原則なんですで次なんですが対応の形態には2つの形態があってで今回の問題とも関係があるんですが1つが個別的な対応もう1つが機関的対応で今回こっちだけ聞いてるのな,なぜかよく分かんないですが機関的対応だけが今回の問題として取り上げられているということなんですね。ですから 期間を媒介としたつながり、まあ、いわゆるピリオド対応って言ったりするんですね。で、今回の問題では聞かれてないんですが、個別的対応、プロダクト対応、プロダクトとは製品ですね、製品とか商品で考えてください。で、プロダクト対応、個別的対応というのは収益と費用、特定の生産物を媒介としている。例えば、ある製品を売ったとか、ある商品でもいいです。 例えばコンビニでおにぎりを販売したおにぎりを販売したら売り上げがあるわけですね。これが収益ですでおにぎりっててのは仕入れてますからこの仕入れが費用になってくるんです、ね、ですすねからコンビニエンスストアでおにぎりを販売したそのおにぎりという商品これを媒介として売り上げと、まあ、費用ですね売り上げと費用が直接つながっちゃうんですよ。 これは個別的につながっちゃって、しかも直接的にこの2つがつながっちゃうんです。売上がいくら、費用がいくらっていうのは直接つながっちゃうので、また、あ、対応させることができるんですね。で、これがプロダクト対応、個別的対応。で、今回の問題で問われているのはこっちなんです。ピリオド対応の方で期間なんですね。で、これは、例えば給与なんかもそうです。従業員に払う給与。例えばコンビニですね。コンビニエンスストアで働いている従業員、従業員に払う給与ですね。あるいは原価消却費なんかもそうなんですが、 でこれは例えば1年間ですね1年間でいくら給与を払ったかとかいくら原価償却費がかかったかとかっていうでこれはまあ一軍の費用ですねそれと特定の期間例えば今年1年間です今年1年間という期間を媒介としてその1年間の売上ですね 例えばココンンンビビニニエンスストアでですねコンビニではいろんなものが売られてますいろんな商品が売られてるんですがおにぎりだけじゃないですからねもちろんコンビニはおにぎりだけではなくていろんな商品が売られてるんですがその売り上げと費用ですね例えば従業員に払う給与あるいは減価償却費というものですねでこういうものが期間というものを媒介としてつながっちゃうんですねこれがピリオド対応期間的対応という、まあ、より間接的につながるということですね。 この辺まだ通常講義でやってはこの辺まだ講義でやってるんで、まあ、い,いけるかなと思うんですがただ、えー、ちょっと問いの2番と関係してですね問いの2番と関係してあの栗延さんの3つの要件だとか引き当て金あ設定要件4つこれはあの大丈夫かなと思いますでちょっとそこは飛ばしていただいて、えー、今回の問題の問いの2番ですねこれがちょっとまあ難しいという話をしたんですがいわゆる 対応原則ととと発生主義との関係なんですねちちょっと一旦モニター切り替えちゃいます最近はあんまりこういう内容出ないんで鑑定士の試験はですから説明してこなかったんですが急に今年出されちゃったんですけども「太陽原則非要主義対応の原則と発生主義との関係」についてと言われちゃってるんです、ね、何々原則と何々原則」とか「何々原則と何々主義」とかですねこの両者の関係ですね。 一つ一つは皆さん受験生で覚えてるんですよ。発生主義は発生主義。費用収益対応の原則は費用収益対応の原則。一つ一つパーツパーツは覚えてるんだけど、そのパーツのつながりって言われると理解できなくなってしまう。どうしても難しくなっちゃうんですよ。で、今回その問題が問われてるんですが、費用収益対応の原則と発生主義との関係なんですが、この関係について説明するときは、通常あのメーカーですね。 まあ何でもいいです。別に。自動車メーカーとか。自動車メーカーちょっと考えてください。何でもいいです。別にトヨタでも日産でもホンダでもいいんですが、自動車メーカーですね。で、自動車メーカーで1年間車を作るわけです。で、車を作るときに材料費がかかったり、労務費がかかったり、あと経費ですね。経費がかかったり、いろんなものがかかる。で、この材料費とか、労務費とか、まあ経費とかっていう。で、これは全て費用なんですよ。で、いいですか費用っていうのは、 費用っていうのは発生主義でで認識すするんですよここはもう絶対覚えてください。いいですか材料費、労務費、経費全部費用です。全部費用でこれは全て発生主義では、まあ、認識する、形、ま、状、あ、していく。だから材料費がいくらかかったか今年1年間で材料費がいくらかかったか、労務費がいくらかかったか、経費がいくらかかったか,がか,か,ったか全部発生主義です。全部発生主義です。そこまで覚えてください。 ですかところがところがところが最終的に自動車メーカー自動車メーカー考えてくね自動車メーカーは工場の中での作業ですね工場の中での作業では発生主義で費用を認識するんです。ところが 発生主義で費用を認識するんだけれども、最終的に我々投資家に対しては、損益計算書、PL ですね。損益計算書を公表します。で、損益計算書を作るときには費用が計上されるんですが、そこに乗っかってくる費用っていうのは、そこに乗っかってくる費用っていうのは、工場の中で発生した費用の中で売上につながってる部分だけなんですよ。つまり収益と対応する部分だけなんです。で、これが、 損益計算書というまあ、P.L. って言ったりするんですが、損益計算書に費用として計上される部分なんですね。だからちょっと例えとして合ってるかどうかちょっと難しいんですが、ずっとどうやって説明したらいいのかなと考えてきたんですが、あの鑑定士の合格みたいな感じかもしれません。鑑定士になるためにちょっと実務経験を置いときますよ。実務経験を置いといて、鑑定士になるためにはまず担当を受かなきゃダメですよね。 でも担当に受かっただけじゃ鑑定士になれない担当に受かって次のフィルターで今度は論文に受かんなきゃいけないんですよで論文に受かった人が最終的に鑑定士という、まあ、あとは実務経験ももちろん必要なんですがちょっとそれは置いといて、まあ、実務経験積めば鑑定士という名前、まあ、肩書きですねつけることができるわけですね。担当ににに合格するる次に論文に受かるそうしたら鑑定士という名前がつけられる。 費用もそうなんですまず発生主義で認識すするんですよでよもそれだけだけと最終的にに費用にはならならいでですまず発生主義でいいですか費用は発生主義ですから発生主義で認識して今度次のフィルターで売り上げ、まあ、収益ですね売り上げとの対応つまり工場の中で物を作る車を作るんですがその車の中でどれだけが売り上げらお客様に売り上げられたのか収益ですね売り上げられたのかということを考えなきゃいけない。 そのお客様に売り上げらお,お客様に対してまあ販売されるわけなんですがその売り上げとつながってる部分が最終的に損益計算書に費用として乗っかってきちゃうんですよ。だからまず最初はまず最初は発生主義です。まあ言っては担,担当に受かんなきゃダメです。まず最初は担当に受からないといけない発生主義で認識をする。次に今度は 論文に受かる。つまり収益との対応を考えなきゃいけない。で、収益と対応した部分が最終的に損益計算書に費用として乗っかってくるという関係なんですね。ただ、この辺はあのやっぱりどうしてもややこしいって言われちゃうんですよ。だから今まで説明してこなかったんですがで、先にこういう問題出ないんですよね。最近の鑑定書は久しぶりにこんな問題見たんですが。 あの最近の鑑定書はこういう問題出なかったんですけどね、うん、ただ、えー、一応皆さんが受ける2019年はこういうふうな問題も出てくる可能性はありますあの要するにこれは学者が実務化じゃない実務化じゃなくて学者が考えるようなな内容なんですだからちょっと話が複雑になってきて面倒くさいんですけどねでもこういう問題を作っちゃう先生ですから、まあ、来年皆さんが受ける時またこういう何とか原則と何とか原則との関係とかっていう。 そういうい問題がままた設定される可能性はありますでそのあたりはもちろん予備校としては想定してますんで、えー、まあ来年皆さんが受ける時は、うん、そこも踏まえた上で今後皆さん多分答案練習受けるかと思いますね。答案練習受けるときに、まあ、一応そういう問題も出す予定ではいます。何とか原則と何とか原則とか何とか主義と何とか原則関係なんですね。関係って言われると難しいちょっとこれはややこしいですね。 でちょっとレジュメの方なんですがですからいいですか、まあ、費用と収益、まあ、対応なんですが費用というのはまず発生主義ね発生主義というのは経済的な価値が下がるということですただ発生主義によって費用が認識されるんですけどねただその後に収益ですね収益っていうのは実現主義なんですよそうすると収益は実現主義なんで実現収益に対応する部分だけがこの費用の中で費用収益対応の原則によって 選び出されて,っていうう表現を使うんですだから担当に受かっただけじゃなくて担当に受かって次に論文ですね論文に受かった人が選び出されて最終的にはその計算書に費用として計上されちゃうということになるわけなんですね。 ですから担当に受かった人の中から今度論文ですね論文に受かった人を選ばないといけないですからまず発生主義で費用を認識するんですがその中から収益実現した収益ですね実現した収益に対応する部分を選ばないといけないので選び出された部分が最終的に損益計算書に費用として計上されるということになるんですね で、ちょっと具体例を使った考えると、例えば自動車メーカーなんかでもいいんですが、製造原価ということで、えー、材料費だとかローム費だとか経費でトータルで10億円発生した。これが発生主義なんですよ。材料費、ローム費、経費みたいな製造原価。で、えー、例えば完成品が10億円の原価がか,かかってますよと。完成品作るのに10億円の原価、まあ、費用ですね。費用がかかっている。で、単純に例えばこのうちの半分だけが商品として販売、製品として販売されたということになると、 この10億の半分ですから5億円部分が最終的に損益計算書に費用としてて乗っかっかくるんですだからこれが担,担当に受かった人でそこから論文に受かった人がこれだけでこの5億円が最終的に損益計算書に費用という名前で計上されてることになるんですよということになるわけですね。はい、で、えー、ちょっと次なんですが。 で私これがさっきも言ったんですがこれがちょっと答えにくいなと思うんですが「抽象的な資産とか抽象的な負債って何ですか?」ということなんですがただ、えー、ちょっと今回は詳しく説明を省いているんですがあのクリーナーさんとか引き的にですね設定要件を答えさせてるんですねでそこが多分ヒントになってると思いますでそこがヒントになった上で抽象、えー、的な資産だとか抽象的な負債でこれが、えー、問いの3番ですね問いの3番に対応するんですね。で でもこれれできれば本当はちょっと皆さんにまあ厳しいかもしれませんがねあの気が付いてほしかったんですがクリ国スさん説明した時にあの覚えてますかねあのレックで授業を受けてきた人だったら覚えているかなと思うんですがクリベスさん説明した時にはクリ国ベさんっていうのは本来はこれ費用なんですよって費用なんだけどまあ費用収益対の原則に基づいてとりあえず経過的にまあ資産として一旦計上してるだけでこれ犠牲資産なんですよということです。 いいですか、繰延資産って名前がついて、繰延資産ていう名前がついてますけど、これ本質は費用ですからね。いいですか、いいですか、もう一回、ちゃんと覚えてくださいね。繰延資産って、繰延資産って、まあ、本来はてか、本質の部分で言うと。本質的なことを言うと、これ費用ですからね。で、費用をなんで資産として計上するのかというと、これ費用収益対応の原則なんですよ。 ですから費用収益対応の原則に基づいて一旦まあ経過的にということで一旦資産としてちょっと計上しておきましょうと言ってるわけですで将来償却するということですねでこれってこのク栗延別さんですねク栗延別さん全部そうク栗延別さん全部そうなんですがこれ本来費用ですから本来は費用なんですねでこれを一旦経過的に資産として計上するんですがこれはあ例えば弁,弁護士というか、まあ、法律家の人たちね 法律を勉強している人たちから見ると、絶対納得できない。つまり、なんで費用なの、なんで、なんで費用なのに、な,なんでそんなのものは資産になるんですけど。だって費用でしょって。なんで費用なのに、資産になっちゃうんですか。ですから、法律の観点から言ったら、こんなもの絶対納得できないですけど。ですから、クリーナベースさんと呼ばれてるんですが。形の上では資産として計上されるんですが、でも本質は費用なんですね。 ですから法律の観点から言えば法律の観点から言えば国の別産なんていうのは何の換金価値もないですから何の換金価値もない何の財産価値もない換金価値もない財産価値もないつまりそれは当たり前でこれ費用だからね。 費用だから財産価値もなければ換金価値もない換、ね、金できませんし財産価値もないでそんなものがなんで資産になるんですかこれ法律の観点から言ったら絶対納得できないでも会計我々が今勉強してる会計ですね我々が勉強してる会計サイドから言わせれば費用収益対応の原則に基づいて、えー、経過的にそれは費用として本来は本当は費用なんだけどそれは資産として計上しますよと言ってるわけです。でこれが抽象的な資産なんだろうということで、まあ、いろいろまあ 特に法律の観点から法律の観点から言ったらどうしても問題が出てきますだって費用なんだから本当は本当は費用なのに資産にしちゃってるんでおかしいでしょって言ってるわけですねでも我々が勉強してる会計ですね会計サイドから言ったら別におかしくないっていうとねそれはおかしくないですよということなんでそれは費用収益対応の原則に基づくんでおかしくないって言ってるわけなんですねで ですかあとは抽象的な負債ということでこれ引き当て金、まあ、特に非債務性引き当て金のことを多分言っているんだろうと思うんですが、まあ、引き当て金でもいいのかなとは思うんですがで引き当て金というのは引き当て金ですね引き当て金というのは基本的に将来における費用または損失を当期に計上する当期に見越して計上するものなんですよ。 いいですか引き当て権引き当て権というのは一般的に言うと将来ににおけるる費用だとか損失を当期に見越ししてて計上しちゃってるものなんですよね。で,なんでそんなことできるかというとこれも費用主義多様な原則って言われてるんですよですから本来はこれ将来ですから将来の費用とか損失なんですねでもこれを今年の決算で今年の決算で費用または損失として計上します でなんでそんなことが許されるかというとやっぱりえ今回のテーマである費用収益対の原則があるんだと言ってるわけですね。費用収益の原則に基づいて、えー、今年の費用として計上してもいいですよと。例えば修繕引き当て金っていうのがあるんですね。で修繕引き当て金っていうのはこれ事業の中でやってきたと思うんですがこれは会社にとってみれば債務制がないんです。非債務制の引当金って呼ばれてるんですね っていうのは自分の会社の建物なんかを修繕するときに引き当て金を設定するんでこれは債務じゃないんですよで修繕引き当て金だとか、まあ、特別修繕引き当て金なんていうのもあるんですねでこういったものは自分の会社の建物を修繕するときに引き当て金を設定するものなのでこれは非債務制の引き当て金つまり債務制がないんですねうちの会社ににとって別にこれは債務じゃないですから 修債務ではない債務性はないんだけれども負債なんですよ。ん、うんんうん、うん、ちょっと待って先生何何何何,何債務性がないけど負債どういうことってこれも法律家の観点から言ったら絶対納得できないです。例えば弁護士の先生法律の専門家ですね。 法律の専門家から言わせれば、債務性がないのに何で負債なんですかそんなものはおかしいでしょって言ってるね。でも、会、我々が今勉強してる会計から見たらおかしくないって言ってるわけですねもう一回戻っちゃいますが、修繕引き当金、つまり非債務性、非、非債務性引き当金というのは、債務性がないのに負債になっちゃってるんですよ。でそれがおかしいでしょって法律家の観点から言ったら、 おかししいでしょっって言って言るわけね法律の観点から言うとそんなことはおかしい。債務性がないのにさえそんなことはおかしいですよ。でも、我々が勉強してる会計ですね。我々が勉強してる会計から言ったら何もそれはおかしくないんだと。それは、費用収益対応の原則に基づいて、えー、計上してるんですよということで、えーまあ、その人は、例えば来年ですね。来年、うちの会社、建物を今、修繕予定を立ててます。で、いくらお金がかかるか、まあ、例えば1億円だったら1億円ですね。えー、お金がかかる。 1>, で1億円お金がかかる修繕としてお金がかかるそれを当期に見越して計上するんです修繕引当金ということででそれはなぜかっていうとここで当、えー、期の決算でもう将,将来ですね将来の修繕いくらお金がかかるっていうのを見越して今年に修繕引当金を計上しますでこの時に修繕引当金繰入額っていうことなんですが、まあ、費用または損失として、まあ、費用として、まあ、計上しちゃうんですね で、修繕引当金をここで建てるということで、まあ、修繕引当金を計上するということは、まあ、費用も、まあ、計上するということで、引当金繰り入れ額ということで、費用を計上するんですが、これは、収益と対応してるんですよ。つまり、今年1年間で、この決算ですね、ここで、ここで決算を迎えるんですが、今年1年間建物を使ってます。今年1年間建物を使って、収益を立ててるわけです。収益を立ててるわけです。その収益と、 このの将来の修繕ですね例えば来年の修繕というものを対応させるべくここでも収益と費用を対応させてしまいましょうと言ってるわけなんです。でそうするとやっぱり費用収益対応の原則というものがとして計上するということができるんですね。ですから。 実際に修繕すするのは将来ですよ実際にうちの会社の建物うちの会社の建物を修繕するのは将来です将来なんだけどもねでもこれを今年引き当て金を計上するということになってきてでそうするとここで引き当て金を立てるということは費用費用を計上するんですね費用引き当て金繰り入れ額という費用を計上するんですがこれは今年1年間の売上と対応させるということになるわけですで今年年間の売今年の1年間の売上と収益と対応させて 収益と対応させて,引き当て修繕の引き当て金をの繰り入れ額ですね、まあ、費用というものを計上させると費用と収益がうままく対応しますよと言ってるわけなんですねでおそらくこれも実は答えがよくわからないですよあの。こんなこと言うと無責任になっちゃいますが。 私は初めてこんな言葉を聞いたんですが「抽象的な資産」とか「抽象的な負債」ですねあんまりこういう言葉使わないと思うんですが「抽象的な資産抽象的な負債」ですね。で、まあ、おそらく栗延さんとか引き当て金のことを言ってるんだろうと思うんですがあの栗延さんとか引き当て金ですねでこれ本来は法、まあ、本来というか法律の観点から言うと栗延さんね法律の観点から言うと栗延さんって資産じゃないですから本当は本当は費用ですけどね。 でもそれを非収益期対応の原則によって一旦資産として計上するという形になっています。で飛脚金もそうなんです特に債務性がないもの債務性がないものは本来法律の観点から言ったらこんなものは負債になるわけがないと債務性がないんだからただこれも非収益期対応の原則に基づいて、えー、負債として計上してしまいましょうと、まあ、いうことなんですね。 一応そんなものが問いの3番の答えになるのかなと思いますまあ、あとは回答例ですねご覧になっていただければいいかなと思いますただちょっとモニター切り替えちゃいますが えー、この問題の一番ですね問題の一番なんですがこれは、えーまあ、今年の本試験問題でさすがに同じ先生から同じテーマでは、まあ、まず出ないと思いますので、まあ、一応参考として、えー、これ今年の問題になりますんでね、まあ、ざっと見といていただきたいんですがあの同じテーマはさすがに2019年は出ないと思いますですからこの,この問題に関して言うとが参,考です参考として載せているということで、えーまあ、その程度で。 受け止めていただければあのこれをもう一回自分の手でえー、答案を書き直すという必要はないんだろうと思いますえー、そこまで勉強する必要はないだろうと思いますねで、ちなみに、えー、次のページになってくるんですが、えー、もう一人の先生ですねで、これが問題の2番ですえー、2018年度ですね本試験問題なんですが問題の2番の方になってくるんですが有形固定資産ということでやっぱりですねこれはあからえということで空欄補充の問題があります でえーまあ、次のページ、買い取れ載せておきましたので、えー、括弧の1番ですね、ねええー、と、あいうえっと4つあります。4つできれば2つぐらいは合わせてほしいなと思うんですが、4つのうち2つぐらいですかね。で、かの2番で、有形固定資産を交換によって受け入れた場合で、これもですね、まあ、皆さん、今年し2018年の試験を受けられている方、多いんじゃないのかなと思います。なんとか記憶,で記憶として残っているんじゃないのかなと思うんですが。 でこれ問題作った先生ですねあのすごく親切であの有形固定資産を交換によって受け入れた場合1番2番3番3つの考え方がありますよでそのうちのどれを採用すべきかなんでこんなヒントまで与えてくれてるんであの普通だったら自分でで考えななさいといととうことなんですですから有形固定資産を交換ですね。 交換によって有形固定資産を受け入れた場合には、その評価基準としてということで。で、しかもそれはその後なんですが、受け入れ資産が上都資産と同一種類かつ同一用途であるときという条件が付けられています。例えば、土地と土地、同じ種類の固定資産。 同じ用途に使いいいますだからこういうこううとを想定しなさいって言ってるわけですですから同一資産で同一種類で同一種類で同一用途である時、まあ、3つのうちどれを採用すべきかというね理由を説明理由もであとその下過去の3番で資本的支出収益的支出ということでこれあのもう終わっちゃいましたけどねあの私がまあ問題つけたファイナル模試ですねあの一番最後の模擬テストなんですがこれでもこの問題作りましたねですからそれを受けてる人はこれ解けたんじゃないのかなと思うんですが 資本的支出と収益的支出はあの一応問題として予想は当たりましたのでね、うん、大丈夫かなと思います。で、過去の4番ですね、えーまあ、計算問題なんで、まあ、これはちょっと難しかったかもしれませんが、ただ一応、レックは計算対策というのはあの、毎年大体ここ数年はやってます。ですが計算対策をやっているとですね、まあ、こういった計算もある程度慣れてくるんじゃないのかなと思います。ただ、まあ、計算はですね、まあ、確かにちょっと難しかったかなとは思います。はいまあ、次のページですね、解、まあ、答例がありますので、 えまあ、空欄補助は見ておいてくださいであと過去の2番で同一種類かつ同一用途ですねでこの時は、えー、1の方法を採用すべきということで、まあ、1の方法ということで,、えーですねまあ、取得原価を、まあ、どうやって決めるのかということなんですけどね譲渡資産の母価を評価額としているということなんですねでポイントはこの辺だと思います投資の継続性この辺のところだと思いますでちょっと一旦下がっていただいて 例えば土地と土地を交換する土土地と土地とを交換する例えば土地取得原価10億円で時価12億円を交換に供して相手に渡してで別の土地を取得したでそうするとこの別の土地をどうやって評価するかということですでこれは交換に供したここですこの取得原価10億円ここれででの土地をを評価価すすするるん取得決定ねですからここは使わないですここも使わないしこれも使わないです ですから交換に供した固定資産の時価も使わないし交換によって受け入れた別の土地ですね交換によって受け入れた別の土地の時価、まあ、公正な評価はこれも使わないということですねあくまでもこの交換のために相手に渡したですね土地の取得原価、まあ、帳簿上の金額ですね帳簿上の金額これを土地の取得原価とするとでこれはなぜかっていうと、えー、同じ用途に使うという前提があるので投資の継続性があるだろうと。 で投資の継続性があってしかも土地と土地との交換ということで、まあ、考えているので、まあ、少なくともですねこれは普通に考えればこれ交換でしょうとだから交換によって損益は発生しないはずなんですよね。で仮にですねこっちの金額あるいはこっちの金額を使っちゃうと交換によって損益が出ちゃうことがあるんですよ。あのちょっとモニター切り替えちゃいますが。 普通我々が物を取引する時って原則我々が今社会生活を営む上でいろんなものを交換しますいろんなものを交換するんですが交換すすするとって基本は全部ななななんでででよいいにら例えばこの指輪っていうかまた全然大した金額じゃない例えばこれはダ,ダイヤモンドのすごいこん,こんな大きいダイヤモンドの指輪があってですね でこのダイヤモンドの指輪とえ100円のスナック菓子ですね交換するかと交換しませんよ絶対嫌ですから例えば私、まあ、これ,これは別にそんな高い指輪じゃないんですが例えばこれがダイヤモンドがすごい大きいダイヤモンドがついててえな何億円かするような指輪それとスナック菓子交換するかとしませんそれはなぜかというとになってないから交換するっていうことは例えばダイヤモンドとスナック菓子なんて交換し,なしませんよね なんで交換しないかか明ららに価値が違うから交換するということは本来は同じ価値でないと交換しないはずなんですよ。という前提に立つと今回はこの土地を相手に渡して別の土地をもらってきたこういう交換なんですね。だったらこれとこれは10日になってるはずなので10日になってるはずなのでそしたらこの金額を使うしかないんです。ここっっっちちちかかの金額を使っちゃうと、えー ずれちゃうことがありですからまあ、えー、時価ですねあるいは構成、まあ同じです時価と構成ここでは同じ意味であんまり区別して考える必要はありませんが、えー、時価あるいは公正な評価額というものを使って、えー、評価してしまうと損益が出ちゃうことがありますのであくまでも投下日交換だということを考えるんだったらやっぱりこれを使うんですね。はい あくまでも投下交換だということを考えるんであればやっぱりこの取得金額、まあ、帳簿上の金額ですね帳簿上のこの金額を使うべきだということなんですね。 で、あとはですね、資本的資質と収益的資質ということで、これは参考です。あの、さすがに来年ですね。来年、2019年度、またこれが出るということはちょっと考えられないので、別に皆さんが無理して覚える内容ではないんですね。ただ一応参考として、資本的資質と収益的資質ということで、こう書いてありますので、ちょっと時間あれば、さらっとだけ読んで、別に無理して覚えなくていいです。で、ただちょっとその人なんですが、資本的資質と収益的資質ということで、あの、資本的資質っていうのは、 価値そのものもをを高めるあるあいいは年数を伸ばすすみたいな感じです例えば建物に新たにエレベーターをつけて価値が上がると。でこの1億円というのは建物の取得原価の中に入れるんですね。というのはエレベーターをつけることで建物の価値が上がるから。 で今度こっちで修繕行ってちょっと古くなって古くなっちゃったんで、えー、修繕を行いましたよで1億円を同じ1億円を支出したということになればこれは収益的に支出してこれ当期の費用になってるんですね別に1億円を出したからと払ったからといってこれはまあ言ってみれば現状回復みたいな形になっちゃうよね現状回復みたいな形になるので別にこれはそのことによってこの建物の価値そのものが上がったとは見なさないんですよ元に戻してるだけですからね まあ,あとはですね、えー、まあ次のページでまあ計算問題がありますんでね、まあ、これは覚えなくていいですよ覚えなくていいですがただ今回はまあ受けていただいた方お分かりになるかなと思うんですがあの計算の過程を書きなさい計算式ですね計算式を書きなさいということであの、えー、対応年数がでもともと4年だったのが12年ということで、まあ、これは書かなくていいですが。 8年伸びたんですね。ですから、4年から12年ということで、対応年数が8年伸びたで、この8年対応年数が伸びた。この部分に対応する部分が資本的支出になりますんで、1200万お金かかってます。1200万の中で。1200万ですね。1200万お金がお金を使っているんですが、このお金を使った中で。 8年分は耐用年数が伸びたということになるのでこの伸びた部分が資本的支出ということで、えー、この8年分ですね、まあ、これを計算すればその下800万ですどね800万が資本的支出になりますよということになります。はいまあ、あの計算そのものはあのそんなにあの別にこう何行も何行も計算するという式ではありませんのでね、まあ、大丈夫かなと思うんですが、えー、これが今年の問題の1番および問題の2番でした、えー、2018年のですね あと回答例の方はご覧になっていただければいいかなと思いますんでね見ておいてくださいあのおそらくなんですが、えー、来年2019年度も出題形式は多分今年と同じような出題形式を踏襲するかという思われますね予想されますつまり空欄補充があって計算問題があるということでで他の科目に比べるとおそらくなんですがえっ、ー、と回答の分量が多分相当少ないと思います あのもうめんどくさいんですよ採点するのがこんなこと言えずまあそうあんまり公なことは言えないでしょうねめんどくさいからこんなやり方にしてるとは言えないんでしょうけど、えー、めんどくさいですから採点が、えー、であの空欄補充ですね空欄補充なんかもおそらく別解は認めないですよほどのことがない限り別解は認めないのでもうそのまま答えを書くしかないんですけどね。 ただまあ今年の問題を見ると企業会計原則が出てるんですよねで企業会計原則ってもうやっぱりだいぶ古さをちょっと感じちゃうんですがやっぱり鑑定士の受験生まずそこから入ってほしいということで、えーまあ、多分そういう問題作ったんじゃないのかなと思うんですがただ来年あたりはやっぱりですね、えー、皆さんご存知だと思うんですが財務会計の概念フレームワークということで新しい概念ですね新しい概念の方で問題が作られるという可能性も結構高いと思いますよ、ね、まあそっちもケアしないといけないんですが。 えーまあ、だからかやることは結構ありますけどねあの今回の問題の一番の方は今年の本試験問題を扱ってますのであの参考です参考として、えー、ざっと見ていただければいいのかなと思いますんでね。 ちょっと早いんですが前半はここまでにしたいと思います。で10分休憩を挟んで今度後半ですね後半ということで問題の2番の方ですねそちらについて皆さんに答案練習で書いていただくということになりますのでねそちらに移っていきたいと思います。でその後最後20分ほどの解説講義ですねに移っていきたいと思います。とりあえず少し早いんですが問題の1番の方はここまでということでちょっと一旦前半の解説講義はここまでということにしておます。 いきたいと思いますでは、えー、10分ほど休憩をお取りください